ジョセフ・クリストファー・ガーターは MLB で活躍した元野球選手。ウトウミギウチ。アメリカ合衆国、オクラホマ州オクラホマシティ出身。1983年シカゴ・カブスでメジャーデビュー。翌1984年にクリーブランド・インディアンスに移籍し、レギュラーに定着。1987年には30から30を達成。 1990年サンディエゴ・パドレス遺跡。1991年にロベルト・アロマーと共にトロント・ブルージェイズに遺跡。クリーンナップとしてのみならず、そのリーダーシップで1992年、1993年のワールドシリーズ連覇に貢献。1992年のワールドシリーズでは、一類一種としてマイク・ティムリンからの送球を受け取り最後のアウトを完成。 1993年のワールドシリーズ第6戦で、ミッチ・ウィリアムスから、サヨナラ200点3ランホームランを放ち、劇的な幕引きを行い、2年連続で優勝決定の当事者となる。ボルチモア・オリオールズ時代その後1997年まで、ブルージェイズ、1998年に、ボルチモア・オリオールズ、サンフランシスコジャイアンツに在籍し、現役生活を終えた。 100打点以上のシーズンは、スットで短縮された1994年を含む10度。引退後カナダ野球殿堂入り。2006年ファン投票による、トロントブルージェイズのホームタウンヒーロー賞を受賞。背番号29番は、ブルージェイズのエクセレントナンバーとして検証されている。ありがとうございます。